僕と君とでは何が違う、同じ生き物さ分からってる。でもね僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。がむしゃらに生きて誰か笑う。悲しみ切るには早すぎる。いつも僕は自分に言い聞かせる。明日もあるしね。失う日々意味はある。伝わることのない思いもある。だから僕は時々寂しくなる。みんなもそうなら少しは楽かな。僕だけじゃないと思えるかな。奇跡は死んでいる。努力も孤独も報われないことがある。だけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々を人は呼ぶ。それがね奇跡だと。ては何が違う？それぞれ見てきた景色がある。僕は僕として今を生きてゆく。とても愛しいことだ。空です。最後まで見ていただきありがとうございました。次回もぜひ見てください。チャンネル登録、高評価お願いします。